ディッシュ、ルーカス・フェルナンデス、今シーズンここまで6アシスト。ルーカス・フェルナンデスのボールに向かってきた、なんと直接だ、先制セレッソ大阪、坂田にとってセットプレーで先制、ルーカス・フェルナンデス今シーズン初ゴール。まさにブラジルデーでルーカス・フェルナンデスが結果を出しました。すごいですね、しっかり逆をつきましたね。ボールスピードもありましたからね、はい、劣勢だったセレッソ先制ゴールで1対0です。この距離だから来ないっていうところをね、本当に逆手取りましたよね、はい、今もちろんかなりファーに、ね、意識を引っ張られてたんでしょうからね、はい、